今日も始まりましたチェゲチャンネル。今日はなんと私の小学校から高校までね、先輩渡辺敦夫さんことバブさん、はい、よろしくお願いします。今日よろしくお願いします。ありがとうございます。去年からお声掛けさせていただいて、なかなかスケジュール取れずに。そうですね、もう本当にご無沙汰しております。ご無沙汰しております。バブさん、ご存知の方多いと思いますが、市船で選手権提供に、はいはい、で逆転負けされた時の2年生で、うん、その後日大に行って浦和レッズで、なんと岡野さんとめちゃ仲いいもうなんか私も縁があるんで、その辺を今日は聞いていきたいと思います。みんなにバブさんと言われてるんですけど、はい、なんでバブさんなんですか？それはね、1年生の時って坊主にするのよ、うん、あ、マジっすか、うん、で切っちゃいけないの、切れって言われるの。そうね、だからもうみんなマッチ棒みたいになっちゃうんだけど、でその時に坊主だったから、うん、当時ね、バブルス君って言って、マイケル・ジャクソンのペットが、はい、うんうんうん、お猿さん、はい、でそれに俺が似てたらしくて、それからバブル。バブルスの、そう、バブル。泡じゃないが。あ、そっちなんですね。うん、そうそっちだ。バブさんがサッカーを始めたきっかけからちょっと聞いていきたいんですけれども。僕がね、サッカーをね、やる時代っていうのが、キャプテン翼っていうのが流行ってて、野球を1年生からやってて。小1っすか？そうそう、小1。兄貴がやってたから、ちょっとやってたんだよ。はい、で、その時に、僕は小学校、七倍小学校。一緒で、ね、一緒の。一緒でしょ、はい、うん。でね、その時に、4年生の時かな、うん、ちょっと校庭でサッカー、みんなでこう、やってた時に、はい、僕らの同級生にもね、すごい上手い子がいてし、で、その子のことをなんか誘いたくて。当時ね、築山コーチっていう恐ろしい、恐ろしい、うん、コーチが怖いか、そう、怖いのがいたんだけど、はい、その人がね、その子を誘っている時に、じゃあ僕もちょっと野球やってたんだけど、はい、もうサッカーの方がいいから、はい、いいですかって言ったら、お前別に来てもいいよって言ったからありがとうございますっていう感じで言って、はいはい、その時はなんかあんまり試合出れなかったから、はいはい、で5年生になった時に、うん、僕フォワードやってて、でなんかその流れで船橋 FC っていうね、うんうん、船橋のこうすごい選抜が皆さん知ってますよ、ね、知ってるかな、はい、あってたまたまその時にこの選考会受けてもいいよって言われて、うんうんうん、4年目ですか？5年ですよね、はい、そういう流れから選考会にじゃあ行かせてくれるって話になったんだけど、僕ね熱で休んじゃったんですよ。とにかくあんまり行きたくなくて、なんかその船橋 FC とかっていうのが興味がなくて、あんまり好きじゃなかったから熱出してよかったなと思ったら、なんか知らないんだけど分かっちゃったわけですよ。そんな流れからサッカーが少し楽しくなってきたのかな、うん、それが5年生それが5年生でいろいろな大会行ってたわけ。ちなみに七林小学校はバブさんの時代は強かった？いや、めちゃくちゃ弱い。え？ 6 部まである中のロンの右の方だったの、はいはい、僕らの時はもうめちゃくちゃ弱いから、うん、でたまたま築山コーチがいたから、はいはい、ちょっと入れていただけたら。あ、でもまあその時から片鱗はあったということですよね、うん、みんなのおかげでなんかこう上まで行かせてもらったっていうことの方が多いかな僕に。七林中じゃないですか、はい、私とこう入れ替えなんで、バブさんの噂というかサッカーすごい方がいるっていうのはもう知ってて、先生たちからも言われてて、で市船に行ったっていうのがあったんですけど中学は県選抜だったんですか？中学はそう、県選抜に入れたかな。あ、バブさん、まあ県トレ入ってるんで布先生からもちろんお声がかかったと思うんですけど、はい、何年生ぐらいの時から声はかかったんですか？僕ね、初めね堀越高校に行こうと思ってたわけですよ。僕が小学校から付き合ってるコーチがいまして、はい、でその時に鬼木とね、はい、尾上君っていう素晴らしい上手い子がいて、はい、あと立石っていう行田中にキーパーですよね。キーパーキーパー、はいはい、まあその4人が合宿に中学校2年の時から行かせてもらってて、うん、で鬼木君はね合宿も行きたくないっていうから行かなくて、尾上と僕と立石っていうキーパーが行ったわけよ、はい、で結構3人とも気に入られちゃって、それ堀越のですよね。そう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 、ちょっと行かせてもらって中学校に、はい、そしたら OK って言われて、国際生で取ってくれるっていうからチーズでね、そうそうそう、うん、で親はもう喜んじゃって。あ、本当ですか？で当時その時中3に上がる時だったから、船橋のトレセの先生が友沢先生、うん、で友沢先生に僕ちょっと堀越行くんでって言ったら、次の日かなんか友沢先生から電話かかった、はい、一緒に選手権優勝しようってこうやって言われちゃったら、もう俺もやっぱ一流のやつら憧れだから。そうですよね、いけると思ってないから。でも憧れなのに、うん、堀越の先生には何て言ったんですか？すいません行かない、もう一流の行くんでって。そりゃそうでしょ。いや、それそれはそうでしょ、船橋市民からしたら。で2人は行ったわけよ、はい、尾上と立石君は、はい、堀越高校行って、で僕はもう考え方裏切っちゃってねまあでも船橋市民ですからねじゃあそのまま市船に行かれました、はい、最初から A チームだったんですか？いや、
僕はね、B チームの方が多かったと思う。本当ですか？もうマムさんの代って何人いたんですか？13人か14人。少ない。これやめちゃったんですよね、うん、だからね。そう、振り落とし合宿っていうのがあるでしょ。ありますよね。はい、でその時に、うん、まさかの推薦のやつもやめちゃった。で推薦のキーパーがやめちゃった。ちょっと待って、それは初めて聞きました。なんか3日間ぐらい合宿するよ。はいはい。1日目やっぱきつくするじゃないですか。はい、そしたらキーパーがいなくなっちゃったわけ。次の日。おいおいちょっと待ってくれよと。キーパーがいないからさ。キーパー一人になったんですか。そうそう、キーパーね、体つきも良くてタフなやつだと思ってたんだけど、まさか逃げちゃったわけですよ、うん、それでね2人ぐらい辞めちゃったのかな、はい、で14人ぐらいになっちゃった、はい、この中からキーパー選ぶからって言うわけ。岩見先生がこうところところマジですか。お前とマジで、うん、なんかもう4人ぐらい呼ばれて、いやーさすがの僕もね、俺もねキーパーやるために来たわけじゃないのかなってこう思ったわけですよ。だけど結局、はい、藤田君っていうね、まあ、もう足元もうまい、はい、昔で言うと止めるのがうまいとか、そんなレベルのキーパーばっかりだったけど、そいつはね最先端にしてやっぱもう足元がうまいわけですよ、もともと。なんかすごいですね、うん、昔そういうイメージキーパーないですよね。いやないじゃない、はいはいはい、こうやっぱりこうつなげるキーパーって、はい、最先端を行ってたわけよ、はい、じゃあ1年で人数13人ぐらいで、そうやっぱりバブさんっていうと、もう本当に、まあ、7番手の先輩で憧れでしたけど、はい、高校2年生の時のもう、うん、帝京の残り3分の逆転劇はみんな覚えてると思うんですよ、うん、はい、その話をちょっとね聞かせていただきたいですね。あれはね、まあ、正直言って帝京に負けたことなくて、練習試合とかも、はいはい、選手権はね調子悪かったんだよねみんな、うん、選手権の前の練習試合とかやるでしょ、はいはい、どこでやっても、 もう無敵のようにもうトイントやったりとかしても次余裕で勝ったりとか、はい、そうだったんだけど、なんかねやっぱ違うじゃん、トーナメント戦っていうのは、うんうん、もう1回戦の山口戦の頃からちょっとあんまりいまいち調子良くなくて、でだんだん調子上がってきて提供だったのね、はい、あの時はねもう今でも忘れないけど、みんなね浮き足立っちゃって、うん、1点取ってから、あ、まあ国立でしたしね、もうなんか生き生きしてましたよね、かっこよかったんで、 1-0 で勝って、ほら最後のもう3分ぐらいだったのかな、もうみんなで浮かれちゃってる中で、清水さんが一つ上いて、でその時にもう清水さんと、やばいよ、行っちゃうよ、もうちょっと決勝行っちゃうかもしれないな、浮き足立っちゃって、嘘、浮き足立っちゃったの、それで、うん、どうします清水さんなんて言ってる間にやられちゃったんだ。だって阿部選手の方が先でした。そうだね、阿部ちゃんはやっぱねすごかったですよね、左の、ね、左足はね、あの子も小学校の時から FC 浦和でめちゃくちゃうまかったの昔から、うんうんうん、まさか帝京にいるとも思ってなくて、うん、まあ、同点にされた後に、うん、2点ぐらい取られてるの本当は。松並くんがまああの時すごくて、でも唯一自慢なのは松並くんに点取らせたのは僕だけだから、あの選手権は。あ、すごい、それだけはすごい、ね、まあ、守備強いですからねそれだけはね、そう、あの準決勝は誰の声もよく聞こえないし、うん、やっぱ国立ってあんだけしか入ってないけど、こう声が聞こえないよね。ああ、そうなんですね。僕初めてあんなの。高3の自分の代の時はどうだったんですか。はい、高3の時はもう本当にもう無敵なような感じな形からもう入っていって、で1年に吉行とか、うん、バブさん3年で吉行さんが1年、うん、そう、吉行はでもねもうすごかったね。だけど足が速くて、うん、もうこうボール蹴る能力とかシュートするタイミングとかちょっと尋常じゃなかったもんね、うん、彼のおかげでインターハイも優勝ですか。インターハイは準優勝で、うんうん、でも選手権は東海大浦安に PK で負けちゃった。あ、それは何回戦ですか。ベスト16ぐらいじゃない。でも東海大、あ、東海大、うんうん、あ、千葉で、千葉で、そう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 。これは残念でしたね。だってスター選手揃ってながら、いや、あの時はだから本当に優勝を狙ってた代だったから、まあ布先生にも言われたけどね、あとあと、うん、本当にあんなことになるとは思ってなかったね。油断ちょっとね、いや相当油断したし、あのメンバーは。その時優勝したって奈良高ですか。その時は奈良高が優勝して、はい、奈良高も頑張ってベスト4まで行って、千葉のレベルの高さを証明してくれたのかな、うん、ここから進路の話になるんですけども、うん、はい、高校でね、ここまでこう有名になったので、もう引く手あまただったと思うんですよ。プロもそうだし、大学もってあったんですけど、ちょうどね、僕らの時が元年で、まあ僕も少しは誘っていただきました。一応の3年生の時ですね。3年生 どこから声かかったんですか。でね、一番初めはね、サンフレッチェ、まあジェフとかもいろいろこうあった中で、うんうんうん、サンフレッチェはね、合宿ちょっと行かせてもらって、はい、あとその時に水野と一緒にこう行って、3年生の時にそう、はい、行かせてもらって、でも僕はあんまり行きたかったんだけど、うん、親がね、ちょっと銀行員で、もうね、大学に出ろっていうね、そう、もう硬くて、はい、で兄貴も銀行員だから、はい、とにかく大学出ないから、まずは
まあ、プロ行ってもいいけどっていう話だったんですか。そうそうそう。で僕は行きたい、うん、で、まあ、布先生とか岩見先生も、うん、お前は行った方がいいって言われて、うん、でも僕はもうやっぱり親がこうやって言ってるんでって言った時に分かったと、うん、分かってくれたんだけど、うん、でもお前途中でやめたらって言われてあの P 入れといてくださいね。で日大を選んだ理由は、日大を選んだ理由はまず布先生もあの時ね、筑波と早稲田以外だったらどこでもいいって言われて、あどこでも行けたっていう話、うん、なんだけど僕はやっぱり試合出たいじゃない、でも強いチームに行きたいって考えた時に、あの頃日大が一部に上がったばっかりで、はい、一番試合認定でって強いチーム、強い日大で、で一つ上に清水先輩がいたんで、はい、で誘われてたから、うん、じゃあちょっと行こうかな、あまあ それだったらね、そうですよね、で行ったんだけど、はい、2部に落ちてた。大学って4年間長いじゃないですか、うん、1年生2年生の時もやっぱり言われるわけですよね、 J リーグはね、天皇杯の予選があって、はい、これもまたちょっと伝説の話になるんだけど、筑波と試合だったっけ、うん、で群馬がなんかに行って、はい、試合で多分車を出してくれた人の車でずっと寝てて、岡田さんと行って、うんうんうん、たら J リーグのスカウトが筑波大学を見に来てるわけ、注目のカードだったんですね、そうそう、もう多分日大なんか誰一人ね見に来てるわけがないわけ、あの頃は、うんうん、いざ試合しました、岡野さんがすごいわけよ、もうなんと2点取っちゃって、最後ちょっと釣ってね、うん、やっぱり最後釣っていなくなっちゃったんだけど、はい、みんな筑波大学の選手を見に来てたのに岡野さんが目立っちゃったわけ、はい、でたまたま僕もいて、うん、それでレッズの方にスカウトをちょっとしてもらえたっていう、僕は1年の時ですけどね、その時ね、はい、1年でスカウトが来てから大学辞めようって思わなかったんですか、はい、1年目はその時はもうまだ来てなくて、うん、2年の選抜でブラジルかなんかに行かせてもらったんですよ、俺もそういうことに呼ばれたことは人生の中で一度もなかったから、あの時だけは初めてちょっとこう嬉しかったな、うん、でその後ぐらいからレッズの方に岡野さんも行って、うん、はい、でスカウトの方がこう来ていただいて一緒にちょっとご飯食べて、うんうん、っていうような話からどうだって話で、じゃあ僕はもうすぐ辞めますみたいな軽い感じなんかそれ堀越高校を断った時のマブさんとちょっと似てるんですけど、 そんな気持ちでいたら、はい、まあ、こう電話かかっちゃうんですよ、だから、はいはい、の先生からかかってきて、ちょっと来いと、うん、で親呼んで来いって言われて、うん、親も呼ばれて、親もすごい怒られちゃって、うん、辞めたら許さないって言いましたよねって、うん、その時たまたま一船から上条真嗣がちょうど入る年だったんですよ、レッズに彼も、あ、まあ呼ばれて、うん、もう徐々行かせねえぞと、そんなことを勝手にするからレッズ に、ね、って言われて引っ叩かれた記憶があったね。じゃあもうそれがあって4年生でレッズに行くことは決めてたんですか。もうやっぱりどこに誘われてもレッズ一本っていうことは頭にあったんだけど、うん、まあちょっとあと2チームぐらいからあったのかな、はい、ですけど、まあそこはレッズに決めて、うん、まあ岡野さんもいるし。ちなみにこうチェケチャンネル、うん、やっぱりこうお金に関することを聞いていきたいんですけど、はい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 、最初のその支度金でしたっけ、はい、どのぐらい出たかって覚えてます、ね、ね、支度金はねマックスが500万で、うん、400万ぐらいもらったと思うんで、ね、マックスはもらってないと思う、うんうんうん、そのお金はどうされました、うん、それはね親にあげたの1回、あ1回、ね、素晴らしい、はい、あげたんだけど、はい、ちょっと車買いたくてちょっと貸してくれって言ってまた350万円で、何買ったんですか車、エクスプローラーっていう、なんか水口さん同じようなの買ってませんでしたそうかな、それで借りて、会社が覚えてない、まあ、レッツは何年いらっしゃったんでしょう、結局ね3年、僕はね短かったんだよ、3年で、うん、プロを辞めようと思ったきっかけはありますか、きっかけはねもうね初めからもうレッツだよなと思ってた、やっぱりこうレッズ以外にスタジアムの高揚感だとか、うん、そういったものを感じることって絶対ないと思ってたし、うんうんうん、まあ、野球で言えば巨人軍でやめたい、はいはいはい、やっぱり自分の人生の中でかけたいっていうのがあったから、で、あの頃ってやっぱその J2 っていう選択肢が正直低いかったよね、もうお金もそうだけど、式田はもう式も言ってましたよね、うん、ちょっと苦しかった、行きたくないって、そうだって多分30万とか20万でね、うん、来てって言われたってさ、よっぽどじゃなきゃさ、うん、だってあの頃はもう26とか7ぐらいになる、はい、ところでさ、で子供も生まれたばっかりで、うん、ちょっと選択肢としてどうかなと、それもあったけど僕は初めから辞めてみるときはレッズで辞めようって決めてたから、レッズ辞めて、うん、今のお仕事にすぐ就くんですか、うん、
たまたま怪我してて、11月から12月やってなくて、急に首切られちゃったもんだから。え、トップチームで出てたんですか？いや、でして、まあちょっといろいろ、あの時って J2 に落ちる年で、アデモスっていう監督がね、あの監督がね、まあちょっと正直立ち悪くて、まあ僕、めったにレギュラーじゃないから、まあベンチにはいるけど、守り固めで出たんだよね。あの時にアントラーズ戦なんだけど、1-0 で逃げようと思って僕入ったわけよ。いい形でね、カウンターで僕がボールを取ったわけ、はい、だけどベンチから上がるな上がるなって言うわけよ、うん、そのまま持っていけば多分ね1対1になりそうだったんだけど行かなかったの、うん、でそれを記者さんが見た時に不思議に思ったらしくて、で結局試合は負けちゃったんだよ。でたまたま来た記者が、なんであんなチャンスで下がったのって言った時に、いやベンチの指示だから下がるしかないでしょっていう話をした後に、なぜかもう次の日からサテライトみたいな。これはちょっと厳しいっすね。ダプロのあるあるで、で僕も生意気だったと思うし、うん、めったに新聞なんか出ないんで、全部カットで出てる、うん、まあ、やっぱあるあるじゃないですか、そんなの当たり前の世界だから、うんうんうん、だからそれがあってちょっとっていう感じになっちゃったかな。怪我もしてたから、はい、腰がねちょっとやっぱしびれちゃってて、ね、まあそんな流れですかね、うん、じゃあ J リーグを引退されて、うん、今ので、それでまた不思議な縁があって、うん、はいはい、滝氏軍団のサード長嶋さんという人が、うん、僕の兄貴みたいな人がいるんですけど、はい、ギリギリで辞めちゃったんで行くとこないわけですよ。でもちょっと頼んでいただいて、うん、面接を受けたわけですよ、うん、であの当時まだ金髪だったんでね、サッカーやれたばっかりで、普通面接だったらさ黒くしていくでしょ。まあ J リーガーからいきなりですからね、いや生意気だよね、うん、で生まれたばっかりの子供を背負って、うちの嫁が娘と、はい、もう仲いいんで家族分で、うんうんうん、子供を連れながら金髪で面接したわけ。まあ見事合格させてもらったんだけど、すごい、そこに就職させていただいて、うん、僕もちゃんと頭はね当然、うん、サラリーマンとしていくわけだから、うん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 、ちゃんと全部直してちゃんとした格好で行ったんだけど、もう何せ電車も乗ったことない、字も書いたことないから大学まではさ、はい、うん、だからやっぱ苦労したよね。でさ、うん、もうレッズの時なんてさ、お前ら1日我慢すりゃなの朝まで飲んだって関係ねえだろうなんて言ってたんだけど、うん、もうそれ頑張るのがどんだけサラリーマンが大変かっていうのをその時よく味わったなと思う。何年ぐらいでこう一発になれた？やっぱ5年だよね。ああ、結構かかりましたね、うん、だからやっぱり5年はみんなが苦労した分、うん、僕が楽してた分を取り戻すのに必死だったから、うん、若い子に言われたけど我慢してやるしかないじゃん。だからそこでパソコンとかも覚えることできたし、苦労した甲斐があったかなと、うんうん、で地元帰ってきた時に今の会社の社長とはレッズの時から仲良くて、はい、いろいろプレゼントして、うんうん、まあ、その流れからうちの会社来ないっていう流れの中で、サード長嶋さんには一応5年間の義理は果たしてたことを納得してもらって再就職させてもらった。それで今のっていう形なんですね、うん、そう、今もご活躍されてて、もう建築会社にね、あの塗装関係に行かせていただいて、はい、役員なんですか？もう今は工事の統括の部長をやらせてもらってて、はい、この間もレッズの記者の方にね、いろんな取材とかしてもらったりして取り上げてもらって、本当にありがたく生きてますよ。いや今素晴らしいですし、バブさん家族すごく大事にしてるなっていうのがね、でお子さんがだってゆりなちゃんで市船のバレー部で、ね、バレー部全国、そう、彼女も県トレ入ってて、うんうん、で市船入らせてもらって、うん、怪我もあったりいろんな流れの中で試合にはずっと出れなかったんだけど、うんうんうん、まあ、全国大会にも出てる、うん、すごい。でね、下の良平くんはね、良平くんは本当にもう嬉しかったな、純粋に市船で僕もやってきたからサッカーで全国大会に出るっていう、うん、その、はい、まあ、市船に行くことがちょっとできなかったんだけど、うんうん、前橋育英でああやって最後記念大会に出たことはやっぱこう親としてはさ、あの時だけは一番今でも良かったですか、うん、今も怪我とかも、うん、そうだね、日大で、そう、日大も頑張ってる、バブさんと同じ道を、だから後輩からしてもなんか楽しみで、良平君のことを楽しみにしている方が多いと思うんで、うん、ぜひねチェケチャンネルでも応援してますんで、ぜひ J リーグ出たら出ていただきたいなと思います。いや、そうだね、フロンタルの大西さんとね、秋葉さんはあのエスパルス、もう合格ですね最後にこれ皆さんに聞かせていただいてるんですけど、うん、バブさんの今後の夢とか、うん、やりたいことをちょっと聞いていたいんですが、そうだ、ね、はい、夢は、まあ、良平くんが J リーガーにやっぱなってもらいたいかなっていうのと、うんうん、うちの嫁がやってるシンゴロソーセージを乗っ取る、はい、乗っ取る一緒にやってるじゃないですかねそう、それは冗談だけど、はい、一緒に応援して大きくしていきたいと、うん、で今度あの浦和レッズのホーム戦にねやっと出れるようになった。すごいですよね。3月からですか？そう、3月から浦和レッズ OB 会として出させてもらえるってことが決まったんで、いやーすごい、もう注目っすね。そう、ぜひ頑張って一緒にね、うん、手伝っていければいいなっていうのと、はい、あとはちょっと50代で老人ホームに入ってみたい、うん、
なんでですか。あと3、40年後ですね。そうそう、ということで、はい、バブさんでした。最後に行きますよ、バブさん。はい、せーの、はい、チェケラッチョ。